2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、GCAP 新型戦闘機の大型模型を展示、なんと F3 戦闘機の翼に異変が起きているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F3 戦闘機翼に異変を詳しく見ていきますね。主翼は、従来のラムダウィングからデルタウィングへと変化では、なぜ変化したのか詳しく考察していきます。まだ見慣れないけど、見慣れると格好よく見えてくるのかな。 YF21 みたいに横に伸ばしの方が格好よかったかも。今年2024年は学年で偶数年に開催されているファンボロー国際航空ショーの実施年に該当し、7月22日から26日までの延べ5日間にわたって、今回を含めて第45回目となる同航空ショーが盛況の中で執り行われた。ファンボロー国際航空ショーは、イギリスの本土イングランド地方の南部に位置するハンプシャー州のファンボロー空港で実施されたが、これはフランスの首都パリで開催されるパリ航空ショーと並び称される世界的な催しだ。世界各地で開催される国際航空ショーは数あれど、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーが特に世界で耳目を集めているのは、両社が航空機製造の末端にまで及ぶサプライチェーンまでも包括した内容であるためとも言われている。航空機の製造とは、それこそおびただしい数の関連企業が参画して行われる一大事業であるが、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーは、どちらも関連する末端の企業までを含め展示等に参加する点が特徴と見さされている。今年2024年のファンボロー国際航空ショーは、主催者側のアナウンスによれば、総額で日本円にしておよそ16兆円に上る取引がまとまり、かつ民生用の航空機に関しては実におよそ260機に及ぶ正式な発注契約が行われたとされている。このように盛況を見せた今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、軍事部門の内容として一躍注目を集めたものが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP グローバル戦闘航空プログラムに関する展示だった。それは今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、 GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型が展示されたためであり、初日にあたる22日に世界に向けて公開された。この GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型に加え、イギリスで同プログラムを主導する BAE システムズ社は、同機の新たなイメージ図も同時に公開を行った。そこで展示された GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図によれば、同機の主翼はこれまでのラムダ型からデルタ型へと形状が大きく変更されている。これにより GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、従来よりも主翼の総面積自体が大きくなったといえ、その大型化によって搭載する燃料が増加し、したがって航続距離が延伸されたと考えられる。また、同時に、このデルタ型の主翼への変更によって、兵装の搭載量も増加していることが予期され、空対空、空対艦、空対地のそれぞれの用途への対応力の向上を基としたものであるとの見方も一部から指摘されている。日本では、ことに、この GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、現在の航空自衛隊での戦闘機の中で対艦攻撃任務を主とする F2 戦闘機の代替機を目指すものであるため、搭載可能な空対艦兵装の量には大きな期待が寄せられている。反面、今回の BAE システムズ社による GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図で示された主翼のデルタ型への変更は、ステル性能の観点からは疑問視する声も上がっている。これまでの主翼のラムダ型から面積自体が大きくなったデルタ型へ変更されるとなれば、必然的に主翼のレーダー反射断面積も従来よりも大きくなってしまい、
肝心のステルス性能は低下してしまう可能性がないかとの懸念だ。これについては、そもそも GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機が、どの程度の数値のレーダー反射断面積を想定しているのか、その数値目標そのものが、未知数で、現時点では何とも言い難いようにも思える。通常の航空機開発においては、要求される性能と採用される機関部の能力に応じて、機体自体の大きさや形状を確定させていくのが常であり、それは、設計段階の最も初歩的な工程であるため、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機も、いよいよ、本格的な開発に踏み出したとも言えそうだ。今回のファンボロー国際航空ショーでは、BAE システムズ社によって、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図が示されると同時に、開発側の記者会見も行われた。その席には、各国で開発を主管する、イギリスからは、もちろん、BAE システムズ社、日本からは三菱重工業社、イタリアからは、レオナルド社の担当者が顔を揃え、現時点での GCAP、グローバル戦闘航空プログラムについてのコメントが発せれた。そこには、具体的には、イギリスの BAE システムズ社からハーマン・クレーセン氏、イタリアのレオナルド社からグレールモ・マビリア氏、日本の三菱重工社からは白石仁氏が出席し、共同での会見に臨んだ形である。ここで、イギリスの BAE システムズ社のハーマン・クレーセン氏は、共同開発国である日本やイタリアとの関係について、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに対し非常に補完的で、各国が持てる技術を出し合い、長期的な投資を行っており、そこで解決策を構築しつつ、形にしたいと述べている。GCAP、グローバル戦闘航空プログラムは、大まかには、2021年から来年2025年までにかけて、使用の詳細を決めて評価を行い、2025年から2035年に、実際の設計と開発を進め、2035年から実戦配備を開始し、その後も、継続的なアップデート開発を行うものとされている。BAE システムズ社のハーマン・クレーセン氏は、今回の記者会見において、こうしたスケジュール感を鑑みつつ、来年の2025年が、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムを推進する上で、節目となると強調、実質的に、同プロジェクトの設計が本格的に開始される年になると述べた。日本では、現行で、対艦攻撃を主任務とする航空自衛隊の F2 戦闘機が2035年からの退役が決まっているため、その代替を担う GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機、次期戦闘機と総称されている、この機体の同年からの実戦配備がマストになっている。一方のイギリスとイタリアも、現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体として、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機を予定しており、日本と同様に、2035年には実戦配備を行いたい構えである。日本においては、今回のファンボロー国際航空ショーが開催される直前の7月10日、次期戦闘機開発を主管する三菱重工業社と一般社団法人日本航空宇宙工業会が日本航空機産業振興を共同出資にて創設し、同期のサプライチェーンの構築を進める動きを加速させている。ただし、イギリスでは7月4日に実施された総選挙によって、現在の保守党の少な政権が大敗を喫し、代わって最大野党であった労働党が単独で過半数を得る勝利を収めたため、スマーター新政権が、実に、14年ぶりの政権交代で誕生する運びとなった。ここから、労働党のスマーター新政権は、これまでの保守党が推進してきた安全保障関連の取り組みを見直す意向を示しており、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムについても、その対象であると、マスメディアでは報じられている。これまでの保守党が、ロシア・ウクライナ戦争の影響で、軍事費の予算拡張路線に踏み出したことは認めつつも、労働党のスマーター新政権は、
その使徒について、来年2025年前半を目途に再考を行った上で方針を打ち出すとされている。一部のイギリスの軍事専門家や指揮者の間からも、現時点から10年以上先の2035年実戦配備予定の GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに注力するよりも、ロシアとの対峙を考慮した場合、既存の戦力の増強に努めることが先決との見方も出てきている。こうしたイギリス内での意見の勃興を受けて、一部では GCAP、グローバル戦闘航空プログラムからイギリスが離脱する可能性を説く声も聞こえているが、個人的には、いくら、何でも、そこまで、急激に方針を変えることはないのではないかと感じている。